皆さんこんにちは、愛賀真理子です。5月の後半といえば春の運動会の季節、いいお天気の下で楽しめるといいですね。それではシティニュースおた5月16日号、今回は65歳以上のすべての方を対象に先月から登録が始まった高齢者見守りキーホルダーの話題をお伝えします。また後半では宇野木特別出張所新庁舎の開所式の模様を、お宝発見隊では身近なアートスペースとして区民に親しまれているお宝をご紹介します。それでは初めに高齢者見守りキーホルダーの話題からお伝えしていきましょう。65歳以上のすべての区民を対象にした高齢者見守りキーホルダーの登録受付が先月から区内20カ所にある地域包括支援センターさわやかサポートで始まりました。この日は大森にお住まいの佐々木さんが自宅近くにあるさわやかサポート入洗いで登録申請を行いました。登録ではまず氏名や住所などの基本情報を登録用紙に記入、窓口の担当者と面談しながらかかりつけ医や服用している薬の有無など緊急時に必要な情報を伝えます。その後登録番号と担当のさわやかサポートの電話番号などが記入されたキーホルダーと申請書控え、そしてマグネットが渡されます。ちなみにこのマグネットは自宅用、冷蔵庫などに申請書控えと一緒に貼っていざという時に家族や第三者に見てもらうためのものです。病院で何をどんな薬を飲んでるかとか登録して、こういうふうなマグネット付きのやつをもらいましたんで、これをねこのサポートセンターの方に連絡を取ってくださいというふうな情報を入れてもらえれば、私の病歴だとか飲んでる薬だとか立ちどころに分かると思いますんで、これはすごくいい制度だなと。この高齢者見守りキーホルダーはもし外出先で倒れてしまった場合、救急隊員などがキーホルダーにある番号をさわやかサポートへ問い合わせると、かかりつけ医や緊急連絡先といった必要な情報をすぐに得ることができるようになっています。ちなみにキーホルダーの登録は1年更新、登録が更新されない場合はさわやかサポートから連絡が入るシステムになっています。まず第一にですね、登録された方によって外出時の安心というものにつながることを期待しております。またですね、今まで、さやかサポートと接点がなかった、元気な高齢者の方々にも、このキーホルダーを登録していただくことによって、さやかサポートというものが身近な存在になっていただくと同時に、今後自分の身に何か不安な点があった場合には気軽に相談ができるというような関係づくりというものを作っていきたいというふうに考えております。警察や消防の方もこのキーホルダーシステムというのをよく理解されている方が増えてきて、通報も増えていますし、地域住民の方からの通報も同じように増えているという状況です。大田区が独自で始めたこの事業は、高齢者の見守り体制をより一層充実させる取り組みの一つとして実施されたもの。大田区では現在、自治会や町会、民生委員、地域活動団体、商店などの事業者が連携し、高齢者の見守り体制を充実させることに力を入れています。そうした見守りネットワークの中で中心的な役割を果たしているのが、キーホルダーの登録場所にもなっている各地域の地域包括支援センターさわやかサポートです。さわやかサポートは高齢者が住み慣れた地域で安全安心に暮らしていくために開設された、いわば高齢者福祉の何でも窓口。介護や介護予防に関する相談をはじめ、健康や医療、成年後見制度など権利擁護や虐待に関する相談、高齢者サービスの申請などの業務を行っています。こちらには保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員などが常駐し、地域と連携しながら高齢者へのさまざまな支援を行っており、この6月からは地域との継続的なネットワーク作りを行うための高齢者見守りコーディネーターを新しく配置する予定です。そのさわやかサポートで先月から始まった高齢者見守りキーホルダーの登録、
区ではこれを機にさらに高齢者の見守り体制の充実を図っていく方針です。爽やかサポートでは高齢者ご本人からだけでなくご家族やご近所からの相談にも応じています。気になることがありましたらぜひお気軽に連絡してみてください。それでは次に先月30日に行われた宇野木特別出張所の新庁舎の開所式の模様をお伝えしましょう。建て替え工事が進められていた宇野木特別出張所の新庁舎がこのほど完成し、4月30日に開所式が行われました。新しくなった庁舎は地下1階、地上2階建てで白を基調とした3層構造の建物となっています。以前の庁舎には入り口が東側の1箇所だけでしたが、新庁舎では環状8号線道路がある西側にも入り口を設置しています。この西側の入り口の面には災害時に仮設トイレを設置できるマンホールがあります。その西側に設けられた入り口から入った地下1階が出張所の受付窓口。このフロアにはトイレやエレベーターが設置されているほか、区民なら誰でも無料で利用できる区民ギャラリーも開設されています。その上の1階は倉庫になっていますが、2階には会議室があります。こちらはパーテーションで区切って部屋を3つに分けることも可能。その他トイレやエレベーター、東側からも出入りができるよう入り口を設置しています。そして屋上にはソーラーパネルを設置し、庁舎で使用する電力の一部をこれで補うとともに、ツツジなどを植栽した屋上緑化も整備されています。また新庁舎には保育園が併設されているのも大きな特徴。ちなみに保育園のオープンは6月1日の予定です。新庁舎では5月1日から業務がスタートしています。新しくなった宇野木特別出張所、入り口も2箇所に増えてぐんと利用しやすくなったようですね。それでは次にお宝発見隊のコーナーです。今回は身近なアートスペースとして区民に親しまれているこんなお宝です。太田のお宝を探して発見隊がやってきたのは大森東特別出張所。早速中に入ってみると、あの人一体何してるのかしら。すいません、そこで何してるんですか。写真を飾る展示ですね。こんなところに勝手に飾っちゃっていいんですか。いいんですよ、ここ区民ギャラリーですから。そうなんですか。ということで今回の太田のお宝は区民ギャラリー。大田区の特別出張所や地域庁舎では平成20年から区民の文化活動を支援するとともに、所内の空いたスペースを有効活用してもらおうとギャラリーとして区民の皆さんに使っていただいているんです。こちらの大森東特別出張所では現在近くにお住まいの田中和夫さんの写真作品と、画家として活動している大原英子さんの作品を展示中。カメラ歴30年という田中さんは区が主催する生き生き太田写真コンクールでの入賞経験もある本格派です。お祭りの写真を撮る時のポイントは、お祭り全体を撮っちゃうと主役が分かんなくなっちゃうんですよね。鳥を全部入れちゃうとダメなんで、お祭りを主なんで鳥を半掛けにしてそれで撮ってるんです。皆さん来ていただけるんじゃないですか、この出張所っていうのはね。子供は大人が連れてくるんですけど、やっぱりそういうふうにして見ていただけるっていうのは一番いいですね。一方、大原さんは絵画や版画、立体作品を手掛けるアーティスト。普段は出張所近くのアトリエで創作活動を行っており、昨年地域で開かれたイベントへの出展がきっかけで区民ギャラリーのことを知り、作品を展示することになりました。地域の方に見ていただけるっていうのは非常に身近な声を聞けるということでありがたいですね。で、本当の声が聞けますよね。いいとか悪いとか
良くなければ見ていただけないし、気に入っていただけばいいわねっていう素直な声を聞かせていただけるのが嬉しいですね。毎月作品が変わりますので、すごく楽しみにしてらっしゃいますし、やはりこういった出張所にこういうスペースがあるということをいらっしゃって初めて知った方もいらっしゃいますので、すごく楽しんで、いただいていると思います。区民の皆様が中心となって、このギャラリーをどんどん活用して盛り上げていっていただきたいと思います。プロアマ問わず、区民なら誰でも利用できるこのギャラリー。展示される作品も絵画や写真、川柳など様々です。ちなみにこちらの雪ヶ谷特別出張所では、ただいま区内在勤の大塚さんの作品を展示中。なお、区民ギャラリーの利用の申し込みはそれぞれの特別出張所または地域庁舎の窓口で受け付けています。利用期間は1ヶ月で、利用料は無料。個人はもちろん団体での申し込みも可能です。自分の作品を気軽に発表できる場として、またアートを通した区民同士の交流を図れる場所として幅広く活用されている区民ギャラリー、これぞ太田のお宝です。趣味でアートを楽しんでいるけれど、